はい、すいません、中見陽介です。はい、今日ちょっととあるインフルエンサーと飲んでるんですけど、よかめしたとりあえず一回、はい、あの宣伝してもらっていいですか。はいはい、博多駅小籠包天天よろしくお願いしますあ、そっちそっちそっちじゃなくて、いやいやいや、だからせっかくなんか YouTube で、いや、飲食店の宣伝かなと思って、いやいや、あ、今日は天天というね、はいはい、はい、飲食店にちょっと上がってきて、私のお店に来ていただいて、はい、来てるんですけど、この方インフルエンサーで YouTube のチャンネル登録が今1万5000人いらっしゃるんですよ。で、YouTube の宣伝をちょっとしてもらおうと思って、あー、なるほどなるほど、はい、なるほど、僕も少なからずいろいろこう出してるんで、はいはい、まあ、それなりにね、ちょっとお力になれるかなと。嬉しい。まあちょっと乾杯して、まずは、はい、乾杯乾杯乾杯、いいんですか、使って、はい、よ乾杯、あ、よ乾杯、よ乾杯、よ乾杯チャンネルだから、よ乾杯。今は本当にね、このお店って、はい、結構もういろんな地方から、あー、もう県外の時には、海外からも、いや、さっきもね、山口から来てて、みんなが僕のこと好きで来てくれます。間違いない最高ですね、それで。僕もみんなのこと愛します。あサービスがすごいかっけえなサービスが、だから博愛主義者なんですね。いやいや、僕はあの全然、僕のチャンネル登録してくれたら好きです。じゃあ皆さんしてください。いつもこんな感じでもやってるんですか。いつもじゃないんですけど、この前沖縄に行った時に、なんか沖縄のバーに入ったんですよ、はい、そしたらそのバーのオーナーが、うち面白いスタッフがいるんでちょっと出してくださいみたいな言ってきて、沖縄一のエンターテイナーを自称名乗ってるやつがいて、そいつにあの結構無茶振りをするみたいな動画を撮ったりとか、まあ、そういうのはもうなんかこういう時に撮ったりとかしてます ね。あとは結構なんかビジネス的なものを発信したりとか、使えるか。いや、自社のやけんいいかな。そういうことうちの店だから。うちの店だから。うちの店。使えませんから。いや、なんかちょっといくつか質問していいですか。いや、いい、はい、もうぜひぜひ僕。まず、はい、YouTube を始めたきっかけは何だったんですか。YouTube の始めたきっかけ。はい。それまではまず何してたのかな。いやいや、このお店やってますよ。焼き小籠包のお店やってて。はい。で、突然 YouTube 集客を考えたわけですか。それとも、そうです、その通りです。あ、そう、あ、ファンマーケティングをやりたいって、はい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 、結局あのうちの店の YouTube はやってないですね、別に。あ、結局個人、あ、そうかそうかそうか、そう、 うちの店にスポット当てなくて、はいはいはい、福岡グルメにスポットを当ててて、で、その福岡グルメを好きな人たちとつながって、まあそのアイコンになれたらみんな楽しいかなと思って、僕も楽しいし、僕が発信するのを見てくれた人も楽しいかなと思って。ああ、まあまあ楽しんでますもんね。そうですよ、そうですよ。いや、ちょっと僕もう悩みがあるんですけど、聞いてもらっていいですか。ちょっとマジで悩みがあって、僕はあの30歳の時に熊本に引っ越したんですよ、はい、まあ、転勤 で、はいはい、でそこからまあ8年、まあ、7、7、8年住んでて、はいはい、で久しぶりに最近また福岡に住んでるんですけど、はい、馴染みの店がない。ああ、なるほどなるほど。おかえり陽介みたいな感覚で受け入れてくれる店がマジでなくて、ちょっと本当困ってたんですよね今。なるほど。どうしたらいいんですか僕。でも1ヶ月毎日ベテナマ食ったらいいんじゃないですか。そしたらそしたらガンナガからおかえりって言われるんで、入ったらベテナマって言われるんで。いや、ちょっとポンポン言いますけど、ガンナガはですね、たまに食いたくなるみたいな、ああ、週に1回食いたくなるみたいな、ああ、でもまあまあの頻度、はい、がガンナガかなと思ってて、ね、毎日で、毎日毎日行くんですか、ガンナガ。1ヶ月で101杯食べました。1ヶ月で101杯、はい、買い玉ってことは100いったわ、え、ちょっと待って、平均すると1日何食食ってます。 3.3 ちょっと。毎日買い玉をそんだけするんですか。いや、どこに行ってます。あれないっすよ、肉、そんなに。本当ですか、はい、いや、だから、体にいいもんなんで。ガンナガ、体にいいっすよ。体にいいっすか、はい、体にいいから、ヘルシーじゃないですか。で、ベタナマ、ベタナマベタナマ。あ、じゃあ、ちょっと、はい、いいっすか、はい、僕、片面なんですよ。あー、なるほど、はい、で、まあ、いろいろあるじゃないですか、ガンナガって、はいはい、針金とかありますよね。ありますよね。そうです、そうです。粉落としとか。それが今全部生なんですよ。あ、生、生、生で、はい、その肩の上みたいな。でベタが油、ベタ、はい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 、ベタってその、はい、油足しなんですよ。ベタ、はいはいはい、で生がバリカタとか針金とか、なんで油多めのバリカタ麺がベタ生なんです。そうなんですね。その毎日31日間
食べました。やったんすか。やりました。で、それは動画であるんですか。あります。全部全部、しかも生配信でしたんです。生配信でした。ライブでしたんですよ。証拠残します。ギネス更新できるかな。もともとそのギネスがないと思いますけど。それやれるんすね。1週間は僕いけるんすよね、はい、いやでも結構余力残してのフィニッシュでしたね。え、それはそう、昼飯で行くんですか、晩飯で行くんですか。いや、夜食っす。あ、夜食。あ、晩飯食った後に、はい、あ、最後にそこ行くみたいな。そうです。そうす。夜食で100杯っすね。夜食で100杯、はい、昼は1、2回、朝1回ぐらいで。へー。全部もう夜中で。あ、すげえな。いや、じゃあ、もう多分アンバサダーっすよね。いや、そうですね、もうね、もう旦那がの、はい、アンバサダーというか、もう好き、片思いみたいな。僕はですね、はい、ここてんてんっていうね、はい、お店なんですけど、ちょっと僕てんてんの、はい、非公式アンバサダーになろうかなと思って。ああ、はい、そうですか、はい、非公式なら大丈夫ですか。はい。そう、公認はされなくて。いや、全然非公認で、ずっと勝手にやるみたいな感じで。もう全然もう勝手にやってください。やってください。めっちゃ作ります。はい、というわけでね、非公式アンバサダーになりましたので、皆さん博多焼小籠包てんてんよろしくお願いします。